百合本城市文化交流館カダーレは、秋田県百合本城市にある複合公共施設。文化ホール、図書館、公民館、教育学習施設等の機能を備える。1996年に移転した百合組合総合病院の跡地に建設され、2011年12月19日に開館した。百合本城市、三倉町にあった本城文化会館、本城図書館、 本庄公民館の機能が移転したほか、プラネタリウムなどの教育の拠点としての機能を新たに備える。カデアレの愛称は、仲間に入っての意味を持つ方言、か、誰に由来する。建築家の荒井千秋による設計で、2012年度日本建築家協会賞、第33回東北建築賞作品賞を受賞。2014年、第55回、BCS 賞受賞。 大きく分けて、文化ホール、図書館、交流活動施設、教育学習施設、店舗施設、ワイワイストリートのゾーンからなる。図書館は、約22万冊の蔵書が収納可能である。開館時間休館日開館時間文化交流館、カダーレ1階には、物産館、ユリプラザが出展し、2018年8月から、ユリ本城市内の大友商店が経営していた。 しかし、新型コロナウイルス感染拡大の影響で肌荒れでの営業から撤退し2021年1月末に閉店することになった。指定管理者の肌荒れ文化芸術振興会では新規出店者の募集も検討している。ありがとうございます。